能登の七尾湾を走るほうき星号、船長は上村明さん。上村さんは七尾湾で自然の教室を開いています。子どもたちは海の生物の営みを学びます。海藻の群生地は魚の餌になるプランクトンもいっぱい。そこは魚のゆりかご。藻場のところに、魚が卵を産んだりね、隠れ家にしたり、それから餌場にしたりして、たくさん魚が寄ってくるわけね。豊かな海の秘密、それは陸にあります。海藻を育てるのは森の腐葉土。ふかふかなこういう栄養豊かな土に染み込んで川になって、そこから海に流れていって、牡蠣なんかも十分に育っていくわけね。緑、海藻、魚、命はみんなつながっている。